それでは合格者対談、をしたいと思います。本日は、いろいろ経験談をお話しいただきたいと思います。よろしくお願いしまよろしす。くお願いします。じゃあ、まず、いろいろな資格がある中で、弁理士を目指そうと思ったきっかけを、お聞かせください。私はもともと新卒で企業の知財部に入社しました。ですので、弁理士試験っていうのはもともと存在はしていた、知っていたんですけれども、ただ業務を実際にやっていく中で、なくても、業務自体はできるというふうには気づきました。ただ、やっぱり専門知識を身につけて、プロ意識を持った業務に挑戦したいっていうふうに考えるようになりました。で、また、一旦この知財っていう業界に足を踏み入れたので、その最難関資格とも言えるような弁理士試験を、無事、取得、資格を取得して、将来の仕事の働き方の幅を広げていきたいなというふうに考えて、資格受験に踏み切りました。プロ意識は芽生えてきましたか？これから少しずつですね。それでは、資格取得手段としてレックを選んでいただいた理由は何ですか？最初にちょっと過去問をまず、弁理士試験の過去問を、ちらっと見たんですけれども、これはちょっと独学では時間もかかるし、難しいなと思っていたので、予備校に通うっていうのはもう最初から決めていました。で、その中で、会社の、先輩に相談したり、その中で、レック出身者の方が多かったので、いいなというふうに思ってました。で、あとは、関西で通学で、受講できるっていうのも、私にはとても魅力に感じましたので、もう迷わず、レックを、選択させていただいたというような流れです。過去問とかね、事前にこう見ていただいて情報収集されて、やっぱり独学では難しいなって思われた、具体的な理由は何ですか？そうですね。いろいろありますけど、まずは範囲が広いですね。で、一応知財っていうところで働いてはいますけれども、普段の業務とはやはり、関わりがないような細かい、条文に基づいたような試験っていうのはなかなか業務だけでは全然カバーできないので、これは専門的に、予備校に通って、プロフェッショナルに、学ぶことで、効率的に早く合格に行けるのかなというふうに思いました。全部で試験科目が7科目ありますので、普段知財の業務をやっておられる方でもね、特許だけとか商標だけとか、かなり限られた範囲になります。なので、やはり、情報量としてはね、膨大だったと思そうでいすまね。す。それではですね、実際に学習してみて、レックのカリキュラムや、教材はいかがでしたか？私は初学者向けの1年合格ベーシックプラっていうのを、受講しました。で、それは、入門講座、論文講座、担当講座の3回転で行われています。で、知識をインプットする段階と、それで、得た知識をアウトプットする段階っていうのが、バランスよく組み合わさっていますので、スケジュールに沿って、このカリキュラムに沿って勉強していくことで、自然と知識がどんどん身についていって、苦手意識っていうのは特に持たずに、勉強し続けることができたっていうのが非常に良かったかなと思います。1年目はね、結構きつかったと思うんですよ。で、入門ですけども、実際1年合格するためには最初にね、しっかりとプッシュしてですね、やり込んだ方が後は楽になるということだったと思います。というか、そういう趣旨で、講義はしているので、かなり、タイプだったと思うんですけども、それは耐えられましたか？そうですね。入門講座は入門という名前はついてるんですが、かなり細かいところまでやりまして、全然本当に知らないような知識がどんどん教えられるというようなところです。で、毎週、3時間の講義が3コマとか、もうどんどん続いていくので、少しでも遅れてしまうと、それがどんどんずるずる伸びていってしまって、結構授業についていくのがもうしんどくなってくるので、もう毎週の復習っていうのをもうしっかり、週単位でスケジュールを立てていって、できる限り遅れないように必死についていくっていうような感じで勉強を進めてました。でね、おそらく、そうやって頑張ってついてきていただいたんで、そういうプレッシャーがなかったらあまり勉強しないでしょう。そうです実質的には勉強すごくやったというね。らしいですからね。それでは、担当した講師の、講義や暗いクラスの雰囲気ですね。いかがでしたか？そうですね。私は、通学で江口先生の授業を、取っていました。で、江口先生はそのレジュメをだらだらと読むんじゃなくて、
特に重要な部分っていうのは、熱量とか時間をかけて丁寧に説明していただいてましたので、そうすることで復習の時とかにも、自然とこう、どこを自分が集中して勉強するのかっていう、その選択と集中みたいな、そういうところが、復習で、一人で勉強するときも、こう、自然にこう、思い、返すことができて、効率的な、勉強を進めることができたかなっていうふうに思います。うん、すごくね、計画的にすごい勉強されて頑張られたので、まあ、受かるべくして1年で受かったと、まあ私は思ってます。で、その中でね、まあこういう、こうしてるのは、条文ってすごい長くてですね、情報量も多いんですけども、まあ試験でるところを選んで、かつ選んでも、そういうのも多いですね。ああ、で、その時に、いかにですね、やっぱり理解するかっていうのはね、頭に残す上でも大事なことなので、まあその理解っていうことと、まあ情報の圧縮というか理解すれば本質はどうかわかるので、まあ、頭にも入りやすくなるだろうと思って、まあ講義はしてます。その点はどうでしたか？そうですね。キーワードとかを、言ってくれたりしますので、そういうのがまあ頭に入っていると、そこからこう、ずるずると、他の周辺知識とかがこう出てくるので、それを、講義で言っていただいた通りというか、まあそれに基づいて自分を勉強することで、まあ実際に先生が説明している内容を自分でも説明できるように、こう、自分で家で喋りながら勉強するとか、まあ少しこれちょっと講義でもおっしゃってたと思うんですけど、脳に負荷をかけながら勉強する。楽な勉強してもやっぱり記憶からすぐどんどん抜けてしまいますので、で、やっぱり弁理試験って範囲が広いので、それだといつまで経ってもなかなか知識がつかないかなっていうのもありますので、まあしっかりガッとやるところではこう負荷かけて、しっかり記憶するとか記憶する。まあ、それ理解しながら、まあ、効率よく記憶していくっていうような感じかなっていうふうに。私がこう意図してることをしっかりやっていただいてるので、まあ、多分結果が出たんだろうと思いますけども、結構やっぱりそれはそう、まあ、情報圧縮してもね、まあ、残す頭に負荷をかけるっていうのは、まあ、しんどいことだと思うんですね。で、それをやっぱり継続的に、まあ、少なくとも、まあ、1年で合格されてても1年間こう得られて、まあ、それに耐えられたというかですね。まあ、そこをこう継続できたコツというかね。まあ、そういうところをね、結構みんなこう悩んだり、まあ、されるんです。まあ、そこちょっとなんかもし、頑張ることができたコツみたいなのがあれば、教えてください。そうですね。私はまあ、予備校に通い始めた時から、もう一発合格してやるっていうようなのは、もう、ただ、まあ、肝に銘じてというか、まあ、思いながら、まあ、始めました。うん、で、まあ、やはり、企業で働いてますので、うん、まあ、そっちでやりたい仕事もいっぱいたくさんありますので、うん、まあ、弁理士試験っていうのは、まあ、あくまで一つの仕事をする上での、うん、まあ、あくまで一つの武器っていうふうに考えてますので、うん、まあ、それをまあ、早く、できるだけ早く取得して、やっぱり業務に集中したいとか、他のやることを、まあ、英語とかも、そうかもしれませんけど、うん、やりたいことあるっていう中で、まあ、一定の時間かけて早く取得したいっていうのがありましたので、まあ、そこはもう、今、頑張るしかないなっていうところで、短期集中っていうことで、まあ、努力続けるっていうような感じですね。やっぱりね、明確な目標があって、まあ、その、ステップを踏むんだっていうね、意識があれば、やはりそれは原動力になりますね。そうですね。うん。で、なんとなくこう、勉強してるだけだったら、まあ、何のためにやってるんやろみたいなことになってくるし、まあ、しんどいところ、から、ちょっとラグな方向にこう逃げたりね。まあ、する傾向にあるんですけども、まあそこをしっかりと目標を持たれたっていうのはすごい良かったと思います。で、またね、選択と集中という話をされましたけども、まあ、できるだけ、まあ理想はね、もう試験に受かるためだけの勉強なんで、とりあえず、ね、試験に出るところを絞って、もうそこを習得度を上げればいいということなんですよ。はい、ただね、おそらく、そこをね、やっぱりターゲット決めてね、まあ、私がこう、そのターゲット的にはそこ習得するんやっていう話をしてますけども、それは多分やられたと思うんですけども、うん、どんな風に毎日やられてました？計画の立て方みたいなのが結構難しいんですよ、これ。そうですね。うん、計画の立て方は、講義の中でも、ちゃんとスケジュールを立ててくださいっていうのは、井口先生も何度もおっしゃってました。で、まあ、実際最初はちょっと、もうそんなことできんわと思いながら、もう毎週のただ復習をひたすらやってる感じでした。ただまあ担当試験とか論文試験が近づいてくると、講義もまあちょっとずつ減ってきますので、そこはもうやはり自分でスケジュールを立てていかないといけなくなります。まあそこまで、まあそこの、そのスケジュールの立て方としては、まあそれまでのインプットとアウトプットで自分の苦手な部分とか、
まあ、自分は得意だなって思う部分がある程度自分の中で分かってくるかと思いますので、それをもとにして、まあ、合格するためには、ここをあとどれだけ伸ばさないといけないとか、うんうんうん、そういうことを、まあ、合格するためっていう大きな目標から、こう、逆算して、今の中期的な計画で短期的な計画っていうふうにどんどん落とし込んでいくっていうのが、まあ、まず、第一に、やることかなっていうふうに思いますね。まあ、今の話をお伺いすると、やはり大きな目標があって、まあ、そこの目標に到達するための、まあ、いわゆる、それぞれのこうマイルストーンとか到達点がね、が多分作られたと思うんですね。だから、まあ、各、その、最終的な目標に達する5号目とか4号目とかいうところが、明確にね、あれば、まあ、そこに向かって勉強すると、まあ、多分頑張れると思う、ね。そうですね。はい。で、毎日、ここまでやろうっていうのは多分あったと思うんですけど、それがあればね、じゃあそこまでやりきってやろうという話になるから、かなり集中して、持続的にね、勉強ができる。っていうことが多分成功に結びついたんだろうと思います。入門でですね、論文基礎力完成講座ってありましたね。はい、これ担当試験は頑張られてよかったよね。論文ってやっぱりこう書かないといけないので、まあちょっとこうアウトプットの仕方が違うっていう話になる。はい、で、本当に入門講座を受けられて1年受かられたんですけども、論文って入門基礎力、論文ので、講座ですね。はい、それと、あと、最後に継続ゼミみたいなのをちょっと受けていただいて、まあ、論文もパスしたって話ですけども、どんな風にね、やっぱりこう、本番で論文が書けた、秘訣みたいな、どうだったと思いますか？まあ、論文の書き方っていうのはおそらく、レックの先生によってもいろいろありますし、ネットで調べるとやっぱりいろんな情報が出てきます。で、大事なのはやっぱり自分の中でこれだっていうような書き方を決めたらもうそれに従って、浮気せずにもうそれで愚直に書くことがやっぱり重要かなって思ってます。変にハイブリッドとかしてしまいますと、結局なんか採点感が見るとちょっとよくわからない回答になったりもしますので、でそういう意味では、江口先生のまず論文基礎力完成講座で、三段論法ですね、規範書いて当てはめして結論っていうのをもう、素直に書く。もうそれをひたすらやり続けて、で、まあ練習、当練の中で、当練や模試で、それをやって、で、それに対する結果がどうかっていうのを見ながら、まあ、精度を高めていくっていうようなところかなと思いますね。ね、結構私も教えててね、まあ1年合格される方何人かいつもおられて、まあ2年合格もされる方もかなりおられるんですけども、やはり1年、2年目の人って結構ね、指導しやすいんですよ。うん、で、まあ、正しいことを言わないとね、受かってもらえないんだけども、あまりね、こう、ノイズがないというかね、まあ、こうだって言われたらとりあえずそうかなと思って勉強してもらうんですね。で、ハイブリッドはもうなんかごちゃごちゃ、かえってややこしい話をまされたと思うんですけども、まあ、それ正解なんですね。で、素直にこう言われたことを愚直にやる。で、それも納得して多分勉強されたと思うんですね。うん、まあ、こう、規範会で当てはめるのは別に悪いことじゃないから、という話ですね。で、それをしっかり基礎を、習得されれば、一年で、合格するのもね、決してこう、まぐれとかいうのは全然絶対ないので、まあ、受かるべきして受かられたと思います。だからやっぱり基礎をしっかりと固めていくっていうのが、すごい大事ですね。うん、はい。で、その、スランプとかね、多分ね、人間なので、そのずっとこう一年間でもやっていく中でね、やっぱりやる気が出たり、やっぱり出なかったりとかね、いうことはあると思うんですね。そういう時ってどうでした？そうですね。うん、体調がちょっと悪いなとか、はいはい、しんどいなっていう時は正直もう、その日はもう休むみたいなことはしてました。特に私自身が、だらだら勉強するっていうのが嫌いっていうか、まあ苦手だったので、もう勉強するっていう時はもう 100% 集中して勉強する。で、休む時は休むっていうのはまあ分けてました。で、あとは、まあ、と言いながらも、やはり絶対な勉強時間は確保しないといけない試験ですので、うんまあ、できる限り勉強時間をこう見つけて作り出すっていうところは重きを置いてたかなと思います。うん、例えばまあ、通勤時間を無駄にしないとか、うん、あとはスマホもダラダラしてるとこう、ふと時間がすごい経ってしまうことあるので、まあ、スマホのゲーム全部消すとか、テレビ見ない、つけないとか、うん、そういう、まあ、細かいことですけど、そういうところもちょっと気は配ってたかなと思います。毎年ね、合格対談をやってるんですけどね。やっぱりその共通してるのは、
やっぱり体調が悪いとか、もうモチベーションが上がらないとかいうのはね、まあ人間だから当然あるんだけども、そこをきちっと割り切って、ね、休みときは休む。はい、やるときはやって集中するっていうことを、まあ全員言われてますね。で、一番ダメなのは、まあその体調いいときも、まあ悪いときもダラ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 とね、まあ何がこう、得点につながるかっていうのをあまり意識せずに勉強されると、やっぱりね、こうやった、投入した時間が得点につながらないですね。目標もしっかり持っておられるし、各こう、マイルストーンも決めておられるので、投入した時間というのがね、確実に点数につながったという話ですね。まあ私もコスト意識を持ちましょうみたいなことを言ってますけども、まあ、それをね、的確に実行されたということになります。じゃあ、最後に、今後の目標と、弁理士試験を受験する方、今後ですね、方々へのメッセージですね、をお願いできますか。はい。今後の目標としました、まあ、私個人的な目標ですけれども、うんうんうん、まあ、企業の知財部っていうところで、まあ、やはり働いてますので、まずは、技術者とコミュニケーションをしっかりとって、企業の、まあ、知財の、知財力を強くするというようなところを、うん、まずは目標にしたいと思ってます。で、まあ、その中でせっかく今回の弁理士資格によって得た知識を、まあ、フル活用して、出願とか権利化で、より高度な専門的なアドバイスというか、ことができるといいなというふうに思っています。はい。今後の目標とし、まあ、弁理試験を、まあ、目標はもう、ね、言いましたね。はい。弁理試験を受験する方々へのメッセージ、ね。はい。方々、メッセージとしては、まあ、弁理士試験っていうのはやはり、まあ、難関資格としてやはり言われてますけれども、しっかり、まず目標を立てて、で、それに対して、こう、まあ、予備校のカリキュラムとかにしっかり沿って勉強していけば、決して不可能な試験ではないと思ってます。まあ、ですので、まあ、ある程度の覚悟と、その努力っていうのは絶対的に必要ではありますけれども、その強い意志を持って、努力していけば必ず取れる試験だとは思いますので、まあ、ぜひ、挑戦して、無事合格をつかんでいただきたいなと思います。はい。まあ、知財はですね、これからね、まあ、今、かなり東京庁とかね、まあ、経産省もね、知財重視っていう形になってるんですね。で、まあ、どういうことかというと、まあ、しっかり権利を取るというのは基本業務としてあるんですけども、やっぱオープンクローズ戦略といってね、まあ、市場を広げるにはオープンにする、はい。その中で差別化するところっていうのを持っておかないと、まあ、自転車みたいにね、もう値段だけ安くなって、ガジアに全部取られて終わりみたいなことになる。で、その時にオープンクローズの要になるのは知財なので、はい、やっぱりその知財をコアとして、こう、戦略を立てていって、まあ、会社をですね、動かす人間に、ぜひともなってください。はい。じゃあ、今日は、まあ、ちょっと短い時間でしたけども、体験談をお聞きしました。まあ、ぜひとも参考にしていただければと思います。はい。じゃあ、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。